日本のビール商品券である。2018年4月現在、日本の主店共同組合である全国、主販共同組合連合会が発行している。日本のビールビールの全国流通券は、1969年に、アサヒビールが発行を開始、翌1970年に、キリンビール、サッポロビール、サントリーの3社が参入した。 さらに1971年には全主協が参入した。量販店対等の影響などによるビール価格のオープン価格化とビール券制度そのものの持つ不具合や利用者からの苦情などが相次ぎ2005年3月末をもってアサヒ、キリン、サントリーの3社が撤退した。その後、札幌と全種協の2社が大瓶6 3 3トル日本券と 缶ビール 350ml 日本券の発行を継続したが、2009年2月末で諸経費の上昇を理由に札幌も撤退を表明。2009年3月からは全種協一社の発行となった。なお、手持ちの旧券は発行体が存続している限りな期限で使用できるが、全種協は二千五年十月発行の券より有効期限を設定している。 ビール券という名称から連想するとビールとしか交換できないような印象を与えるが実際には酒屋では販売されているすべての商品と交換可能な金券として流通していたそのために贈答品としても気軽に用いられ中元聖母の贈答品として広く用いられたビール券は図書券とは違い額面の表記が 県の端に小さく印字されている。販売された時期により額面は異なり、値上がり前の古い県の場合は差額を請求される。2018年4月1日現在発行されているビール県の商品と引き換え時の値段は、オービン 633ml 日本県が784円、缶ビール 350ml 日本県が494円で、ある。 本来は、ビールと灯火で交換されるべきものであるが、大手スーパーや量販店は、安い価格で売り出すことが多いため、お釣りを出すか買える本数を増やすなどの対応をとっている。その一方、お釣りを出す酒屋はごく少数である。もともと低価設定している店が多いからである。このように小売店によって、金券の値段が異なるのは、 そもそもビール券それ自体が曖昧な基準をはじめから導入しているからである。すなわち全主教によると、お釣りを出すのは小売店の独自の判断である。そのため、ビール券は曖昧な金券であり、消費者のことを考えていない、上からの贈与券という側面が強いと指摘する意見もあり、上述の通り諸経費の高騰、ビール価格のオープン性移行に伴う学面と、 実売価格の不整合から来る使用時の差額計算の煩雑さ、円単位での小さい表示による価値の分かりにくさといったデメリット要素が顕在化して苦情が相次ぎビール券発行から大手3社が撤退したとされている。ありがとうございます。